ふーたお足やばふーたお足やばいよな、むっちりよな、いいよな。ブルーアーカイブのユーカっていうキャラクターが、最近ブルーアーカやってないけど推しでね、ツイッターの石さんとかめちゃくちゃユーカの太ももむっちりしてるユーカのイラスト描いてくれるんですけど、いやフータオも負けてないと思う、勝負させたい。エウルアの足が一番好き。お前らムチムチが好きなよな、ムチムチムチが。エウルアの太ももはやってるよな、見えてる、みんなベルトが食い込んでますね。これ外したら跡が残ってるんですよ。ここエッジベルトっていうのは本来こういうものです。え、これあれなんて言うんだっけ、ガーターベルトって言うんだっけ、なんか教えてもらったんだよな、コメ欄で。ガーターベルト、やばいよ、みんなあの Google でさ、ガーターベルトって検索してみ、あのドエロいのしか出てこない。あ、 Google ガーターベルトって検索して、 Google の検索を画像に変えてみてください。うん、やばいっすよ、ドエロいのしか出てこない。あ、違う、ガーターベルトじゃない、ソックスベルトな。あ、そうなん、ガーターベルトって逆にどこのベルトなんじゃ。ソックスガーター、ちょっと調べるわ、ちょっと待って、ソックスガーター、ちょ、私の知らない概念、いや私服全然わからんから髪型の話とか服の話されても全然わかんないから。ソックスベルト、ソックスガーターベルトっていう概念がある。はいはいはい、やる、エチー、ソックスガーターベルト、エチー、いやー、うん、いいっすねいいっすね、うん、シャツガーターもドエロいですよ、マジ。ネルメロ買ってきてみて。あ、じゃあアマゾンで注文するか。使うね。家でか。いやいや、そんな趣味はないわ、うん。ガーターベルト検索したら、モサイおっさんの足画像出てきて、なえました。それはなえるな。私なら多分1週間ぐらい立ち直れないかもしれない、それ。テロだわ。うん、1週間ぐらいちょっと立ち直れないな。強く生きてくれ。うん、同情するわ、君には。いやだワイも出てきた。あ、ごめん、私がソックスガーターベルトって検索してみ、すごいぞっつったら、ちょ、何人かがもっさいおっさんの画像に苦しめられてる、ごめん。いや、それ私悪くないよな、でも、うん、立ち直れないかごめん、ちょ、どんなんか分かんないけど、現実の太ももベルトの締め付け跡はきついぞ。まあやっぱ二次元の世界の話だからいいよね。いや、それはわかる、私もそこら辺はわきまえてるよ。リアルは そんなそそられないの、リアル見たの、逆にリアルで締め付け跡、まあまあまあ。でも確かになんか布団で寝てる時とかにさ、なんか布団のさ、カバー変えるチャックのとことかにさ、なんか体重が乗っかってると跡とか残るような、あんな感じか。うん、東方の咲夜さんがガーターベルトにナイフつけてるの好き。あー、そこから取り出して時間止めてね、ナイフ弾幕貼る用のね。いやー、いいっすね。いや、わかります。いや、わかりますよ。あれがガーターベルトね。ガーターじゃねえ。なになに？トックスベルトね。いいね。うん。ああいうのってお姉さんキャラだからいいんよね。当たり前じゃん。うん。お姉さん、ま、ロリのソックスベルトもテンション上がるけどな。うん。やっぱお姉さんやからね。うん。別におばさんがやっても別に、あーって。あーってなるよね、うん、足むくまないのかな、うん、わからん。もしかしたら私のここのコメ欄、一応私のコメ欄女性視聴者率 22% あるんで、うん、まあ、5分の1は女性らしいので、いや、わかんない、コメントしてるやつはクソガキばっかだから、うん、コメントしてる女の人は少ないのかもしれんけど、もしかしたらこの中にソックスベルトつけてる人がおるんかもしれん、ドエロい人がいるんかもしれん。最高やな。22%、 ま、え、ちょっと待って、何パーやろ今、気になる、調べるか。いや、結構高いよ私。でも原神っていうゲームが女性多いんよね。ありがたい話ですわ、ほんま。いや、ありがたくはないわ、うん、女の子が置いて緊張するおじさん。ああ、女性視聴者率 22.3%、 男性 77.4%、 残り 0.3% がユーザーによる設定ですね。ユーザーによる設定ってどうやるの。まあでも5分の1は女性ですわ、すごい、おじさんモテモテな、うん。
アンバーが食べきれなくて吐き出しちゃった漬け野菜炒めを俺らが食べるぜ。アンバーが食べられなくて吐き出しちゃった漬け野菜にこそ意味があるぜ。俺が食べるよ。何が起きた。